こんにちは、エリカです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はバリバリ雨の中でこんな写真の撮り方を見せます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。ではスタート。雨撮影の動画のやり方の動画をいくつかもアップしました。そして今日の動画ではもう実際に今結構雨降ってます。実際に今この雨で撮影して、そしてまあいろんなパターン、いろんなバリエーション、被写体と背景のつなげ方を見せます。感度100で雨撮影して、そして全く同じ設定で感度1600にするとどこまで雨の雰囲気が変わるとかも一緒に見ていきましょう。でちょっと始める前に一回ライティングを見せたいと。イエーイ。ストロボ2灯を使います。で雨撮影している時、まず一番大事が何かというとバックライトです。バックライトは今後ろにストロボ1灯入れてます。でビニール袋に入ってます。別に入ってなくてもいいんだけど、感電しないように。で前の方が透明、完全に透明。そうなると結局ストロボが通すものによって色が変わるので、なるべく透明で色を変えたくない。そしてほぼ今日の撮影でこのストロボはフル発光でしか使わない。後ろのバックライトはフル発光です。ってことはバッテリーパックもつけてます。バッテリーパックつかないと結局フル発光で多分6、7、8秒ぐらいかかるので、バッテリーパックをつけると、1秒、2秒ぐらいの間隔で普通にシャッター切れます。そして前のストロボ、グリッド付きのソフトボックスにストロボ入れてます。でこのストロボは64分の1ぐらいから8分の1までぐらい変えます。実際にもしこのストロボを8分の1にして、そして感度を100にするか、それかこのストロボを64分の1にして、そして感度を1600にするか、どこまで後ろの環境が変わるかを見せたいと思います。そしてもちろんこのストロボにもバッテリーパックを今つけてます。でカクタスの60、60センチのソフトボックスにグリッドをつけて撮影します。そして私が撮影するスポットは今結構雨降ってるので、水たまりはもう作り放題、水たまりはいくらでもあるので、ここにめっちゃいい感じの水たまりがあります。でこの水たまりを使って撮影します。そしてなるべく水たまりを使うときには低いアングルまで行くと実際に被写体がちゃんと水たまりに映ります。なのでここまでもうカメラがギリギリ水たまりに入ってるぐらいの状態で撮影したり、それかは水たまりは別に使わなくてもいいし、使わない時ももちろんあります。そして撮影している時は今から撮影している時の雰囲気動画もこんな感じだけど、実際に今撮影している時にどんな感じで設定しているか、まずはだいたい感度800で撮影してました。感度800ぐらいで、後ろのストロボはもちろんフル発光で、800になると前のストロボは32分の1のパワーだった、感度800で。そしてこんな感じの雨になってます。こんな感じの写真になります。そして一番この環境で綺麗に雨が多分たくさん映るのが、なるべく感度が高い方がたくさん雨が映ります。そして前の動画でも話してたけど、雨撮影の時にはもっと雨の量を増やしたい時に何をしたらいいのかというと、なるべく感度を上げて、そしてそれに合わせて撮影したら結局雨の量も結構大きく映ってます。そして今この環境で撮影している時には、例えば感度1600で後ろのストロボはフル発光、そこは触らない。前のストロボはそれに合わせて64分の1ぐらいのパワーで、こんな感じでめっちゃ雨がたくさん映ってます。後ろの雨の雰囲気がめっちゃ上がります。でも後ろのストロボのフル発光のまんま、もし例えば1600から1段ぐらい感度を下げて800にして、そしてそれに合わせて前のストロボは64分の1から32分の1ぐらいにするとこんな感じ。
さらに400カンドル、400まで下げて、こんな感じ。そしてさらに感度100にして、こんな感じになります。それだけ極端に1600にすると、感度1600にするとこんな感じ。感度100にして、それに合わせて前のストロボを変えたらこんな感じです。こんな感じで雨の映り方が全然変わります。そして今日の撮影では何もフィルターとかつけてないので、だいたいまあホワイトバランスは5600、5700ケルビンのままで撮影しています。前のストロボも後ろのストロボもフィルターをつけてないです。そして被写体とバックライトの距離がだいたい7、8メートルぐらいの距離になってます。被写体とバックライトの距離はだいたい7、8メートルぐらいの距離になってます。そしてまあ今からもうちょっと撮影雰囲気の動画も流すので、もしぜひその動画も見てください。あ、めっちゃいい感じ。ちなみにだいたいこの設定で撮影しているときにはほぼブラックボックス状態ぐらいにはなってます。感度100は当たり前で、感度も800、1000、もう1000超えた状態でも、だいたいもし後ろのストロボが光らなければどうなるかというと、もうこんな感じになります。被写体は若干ちょっとだけ映ります。それだけで後ろのバック後ろの背景はもう真っ暗になってます。なのでまあだいたい全部作り込んでるのもストロボの光だけです。あとね、もし例えば前のストロボが光らなければどうなるかというと、こんな感じで、まあ、シルエットとかでも全く同じ場所でも実際に、まあ、シルエットだけで撮ることもありだし、例えば前のストロボと後ろのストロボ両方入れることもありだし、あと前のストロボと後ろのストロボのバランスでまた全然違う雰囲気に撮影することはできます。Okay、また雨の撮影の設定とかいろんな話の動画は別の動画、詳しい動画を作ってます。この動画まだ見てない方は下の概要欄に URL 入れるので、ぜひその動画も見てくれたら嬉しいです。あと、まあ、雨撮影で何か質問とかがあればぜひ下のコメント欄に入れてくれたら嬉しいです。そして雨の時は機材は防水と思って撮影した方がきっともっといい写真になります。OK、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。イリコでした。復活。